はい、皆さんこんばんは。パワープロ2016サクセス独立リーグ編やっていきたいと思います。まあ能力はこんな感じですね。まあ試合前なんで能力アップしておきます。スタミナ上げときますか。 CP の時だいぶ打たれてたんでね、まあ、カーブも上げといて、 CP がだいぶ打たれるとね、ちょっといろいろと、あ、まあでもスタミナ上げないとほんとまずいな。コントロールも上げといてまあこれで試合に行きますすいません。データのね、データの達成して極意取らないとダメなんで、まあ、基本的に僕のプレスタイルは自分の投球、まあ、バッターの場合は自分の打席のみを操作していくっていうスタイルでやっていきたいと思います。よし、完投ぐらいしたいですね。完封ぐらい。うわ、1回裏の守備2アウト1三塁。マジで何やってんの CP、 本当に。大きな声援が届いています。変化球はまあ振らないか。基本的にアウトコース中心で攻めていって、中心で攻めていって、最後全力ストレートをインコースに叩き込むっていう。しっかり。マジかよ、あれだけ初球からアウトコースに合わせてたのに、インコースよく対応できたな。2球目空振り、タイミング合いません。投げました、ボール、外角高め、1球外してきました。もう1球外します。これは引っ掛けた。 OKOKOK、 1点取られたな。でも、うん、でも1点取られたことでなかなかね CP が回ってこない可能性。うわ、またピンチなの。負け越しのピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面で小塚、左バッターがめっちゃ多いな、このチーム。オッケー。ナイスピッチ。打順が1番に返って、内島。てか相手パワフルじゃないですか。1球目ストライクから打った。よし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 。ファーストこれは守備範囲内。1失点で抑えれば勝てると思うんでね。アマゾネス、この3回裏の守備。絶対ノーアウト1、2塁。負け越しのピンチを迎えました。ノーアウトランナー1、ちょっとしっかりしてくださいよ。しかも4番か相手。投げました。CE、 これで追い込みました。打った。 OK、 打ち取ったぞ。打ち取ったよ。打ち取ったじゃないですか。2塁ランナーホームイン。アマゾネスリードを奪われました。2対1。第1球外角低め、見送ってストライク。投げた、ストライク。簡単にでスライダーですね。1球外してボール。カウントは1ボール2ストライクです。打ちました。サード右へのライナー。 OK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 、 これでワンアウト、ランナーは一塁。もうこれ以上打たれるわけに絶対いかないんでね。はっきりしたボール球。投げた。あっと引っ掛けた。一二塁間のゴロ。よし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 。まあ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 。次三振取りゃいいんでね。投げた。決まってストライク。まずは入れてきました。水谷。豊かですか。EF なんで、ほど危ない。ああいうヒットめっちゃ多いですね、今回。危ない球。で、全力ストレート。アウトコース。危な。危な。セカンドナイスですね。確かあの身長低いやつでしょ。サクス。うわ。なんか勝手に打たれてんじゃん。しかもワンアウトランナー三塁で三塁ランナーが浮き島っていう。マジかよ。一球アウトコースにストレート見せといて、スライダーで切り込むと。マジか。ここまで2安打の杉浦。杉浦。インドを見送ってストライク。まずは決めてきました。ほぼ全部こいつにやられてますね今日。内角高め。スライダーは外れてボール。カウンター2ボール1ストライクです。それだけにあのデッドボールが痛いわけですが。投げました。ストレート見送ってストライク。第6球をランナー。いけ。これはバットの根元。これよし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 、打ち取った。アウト。スリーアウトチェンジ。あと何回まで投げてくれるか。あ、ピッチョ変わった。うわ、また負けたや。痛い敗戦となりました。結構ね、定石通りに投げてると思うんですけど、全敗ですね、ここまで。うん、スタミナがないせいか、多分ね、マイナス特殊能力がつきすぎてるからだと思うんですけど、うわ、ダメだ、これ。極意達成できないかもしれない。
防御率 5.06、 被安打8、奪三振3。悪くないですね。悪いだろ、達成できないよこれ。あと2試合で、あと2試合で三振を10個ぐらい取らなきゃダメってこと。あ、スカウトさん、アマゾネス投打がうまく噛み合ってなかったですね。私が想定していた実力にはまだまだですが、ギガバイツにとって嫌な存在になりそうです。お、ナイス。デイダがスカウトに、お、見に来た、早速。変化球を投げ込みます。一番得意なことをするのが一番いいんで、スライダー5だろ、結構いいですよ。どうだ、はっきり言って普通だな。スライダー5を投げれないプロの選手に謝れ。スライダー5を投げれないプロの選手に謝れよ。普通だなって。ラスト1本。ギガバイツが練習してますね。私のデータでは今止め、やめたら効果半減です。データ、データ、データ。やってられっか。データの裏付けもなく、ただ単に感情論に走るのは危険な行為です。やめだ、やめだ。どうするんですか、キャプテン。心配いりません。今回はパワフル保証に入ってますので、修理代もほとんどかからないでしょう。パワーパッドの心配では。相変わらずだな、デイダは。デイダは相変わらずみたいですね。ただダメだな、これ。マイナス特殊能力が多分ね、効いてて、試合で勝てないんだと思うんですよ。まあ、配球が悪いって言われればもうそのまでなんですけど、私の一緒に行動しないかい？別に構わないですよ。うん。何だったんだ？お、打たれ強さのコツレベル1が上がった。打たれ弱い持ってなかったっけ、でも。ショッピングモール行きます。モニカの。頑張ってるか、モニカ。まあ、帰ろ。ワイリュートレーニング法。なんやこれ。ふむふむ。こいつ、こんなトレーニングで鍛えとるんか。これは使えんな。お、これええやないか。いただきや。何だ、何を掴んだんだ。ってことで、とっておきのトレーニング法見つけたんや。早速やってみひんか。やります。よっしゃ、お前やったらそう言うと思ってたで。ピッチャーとバッターのトレーニング法って若干違うんじゃないかな。寒中水泳や。え、寒中水泳。ほな、早速始めるで。ただ、体力がないんだよな、全然。体力が全然ないんで。で、まあ、スタミナ2上がりましたね。スタミナ上げてって、なんとか試合で持つようにして、コンピューターが打たれないようにすればね、いけると思うんですけど、レベルアップ。ん？あ、またデイダか。どうしたでやんすか、実は。ということで感じで、デイダの本音を聞き出したいんだけど。一芝居打つでやんす。デイダって確かパワー S だったんですよね。スイング音がやっぱやばいっすね。デイダに対しここは、焦らずに本題へ。単刀直入に本題へ。単刀直入に、データとか駆使してるやつにはね、単刀直入に言うのが一番いいですよ。敵チームのデータ収集より、まずは自チームのチームワークを優先した方が、下手すぎるでやんす。実はこの間、デイダがチームメイトと揉めてるところをたまたま目撃しちゃって。ああ、尾藤さんとヒロさんのことですか。お恥ずかしいところを見せてしまったようですね。とんでもない。キャプテンに対してあの態度は、普通なら腹立つと思うけど。いえいえ、年下の私に今までの実績を否定されたら誰でも嫌な思いはすると思います。私が理想としているギガバイツには、あの二人の覚醒が必要なんです。覚醒でやんすか？
まずはキロさんですが、チャンスになると少し力んでしまう癖があります。チャンスに弱いってよ。 うるさい。それよか覚醒ってどういうことだ。ただキロさんにはリーグトップクラスの選球眼があります。私は四球を選ぶ見極めの力もヒットを打つことと同じくらい重要だと考えています。そこで出塁チャンスの多い1番に起用しました。そして尾藤さんですが、そのズバ抜けた足腰の強さは走力ではなく長打力に生かすべきと考えています。彼はチャンスに熱波強い悩みましたが、思い切って3番に起用しました。本人はまだ受け入れてはくれていないようですが、それはかなり大胆な配置変更でやんすね。そこまで細かく分析できているなら、デイダの考えをきちんと2人に伝えたらどうなんだ。与えられた役割を自分なりに考え、とことん悩み消化してこそ次のステージに上がれると私は考えます。納得せずに練習しても上達する伸びしろなんてたかが知れています。それが私の哲学か。なるほどな。まあでも聞いてるんだよなこいつら。デイダのイベントがメインになるんでしょうね、独立リーグアマゾネス編では。うん、どうしようか。今とにかく練習あるのみですね。これ危ない、怪我した。くそ、 7% 引いたのか。 7% ぐらいかいくぐってくださいよ。大きな怪我ではなかったが、うわやっちまったな。小石川バスケやってんのか。小石川右を塞ぐ、左を塞ぐ、上をブロック、上をブロックと見せかけてフェイント、右を塞ぐ、ナイス。上できて次多分ステップ入れてくると思ったんで、まあ、右か左か分からなかったですけど、フェイントに引っかからないなんて2個粒やるじゃないか。センスが1上がった。なんかマイナス特殊能力消してくれないかな、本当に。マイナス特殊能力何か消してくれないかな。まあ整備ですね。まあ安いんでこれ整備しといて、今日はまだまだ行くぞ。ニコツベ、そろそろ限界とちゃうか。ニコツベ返事は、よっしゃもう一本、よく言った。えつら釜になってきたやないか。見直したれ、ニコツベ。ラスト一本気合い見せたら何回。残り20本だ。誰が休めって言った。ニコツベ立て。ひどいだろう。おお待っとったで。キャプテンそこいらで、ここいらで一旦休憩やな。アマゾネスの評判も気になるでやんす。そうだな、今月の注目選手は該当選手なしですか。なんやて、アメリカのレギュラーリーグガイルのわしの名前がないんか。最近のオイラの活躍をちゃんと見てないでやんすね。ビジュアルランキングなら自信あったです。お前ら全員並べ。何が始まるんや。坂東さん大して活躍してないもんな。だってロック50本。マイナス特殊能力とにかく消してくれ。もう一試合いけそうですね、この枠。うん、もう一試合いきます。ということで、まあコントロール上げといて、このマイナス特殊能力がね、あれなんですよ。絶対ね、効いてるんですよ。特に子宮男あたりね。あ、待って、調子悪いな。アロマグッズ使っときます。やる気上げとかないとね、試合で勝てないんで。いいタイミングでアロマグッズ使いましたね。3試合目ですか、これが。まあ自分の投球のみですね。いやー、完封ぐらい、完投というかね、0点で抑えたいですね。6回ぐらいで変えられてもいいから。うん、
極意もらえないですよこのままだと。なんで 1,2 塁とかピンチに田中山、田中山じゃないですか。ほらマイナス特殊能力発動しすぎ。オッケーオッケーオッケー、よし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 、ナイス。絶対得点圏にランナー進められてるんですよ。そしたらこのあれでしょ、このマイナス特殊能力の大量の発動じゃないですか。厳しすぎるでしょこれ完全に。三振、大きく外れました。カウントワンボール2ストライク。三振、スライダーボール、アウトローへ。インコースにスライダー、絶対打てない。打ちました、引っ掛けた、ダック。マジでマジで準決、何してんの準決。ちょっとちょっと準決エラー多くないですか。俺が取り繕ってチームに入れてやったのに、うわー危ない。俺が取り繕ってチームに入れてやったのに。ピンチが続きます。バッターは9番肩の、まっすぐ見送ってストライク。初球ストライクから投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、うわ失投、一発病か。これはヒットになります。一発病発動してんのか。マイナス特殊能力が出すぎてますねこれ。負け運、一発病、短期、シュート回転、軽い球、クイック×、打たれ弱い、対左×。こんなの無理だろうが。こんな特殊、マイナス特殊能力いっぱいあったらね、ダルビッシュとかマー君とかの能力だったとしても打たれますよ本当に。ここを抑えます。2球目ストライク、これで追い込みました。一つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、マジン。うお、外れてボール、わずかに外れました。カウントは2ボール2ストライク。まい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 、ファールか。スリーボールにはできないんですよ、四球男持ってるんで。投げました、打った、よく当てたな今の。レフト前にヒット、次かよ。高谷ナイスバッティングです。まあ矢部くんで取れないなら仕方ないか。続きます、投げました、よしよしよし、打ち取った。二塁送球、二塁アウト、スリーアウト。もうここで交代でしょうね僕は。勝て勝て、キワキか。まあ全敗だけは避けたいんでね。まあ引き分けなんでそこまでの評価の下がりはないと思います。評価の下がりというかね、打者30人に対し奪三振に被安打球実施点1、まあ、成績的にはいいんでしょうけど、奥義のね獲得にはちょっと遠のきましたね。被安打球っていうのが良くないです。3試合で累計防御率 2.95、 被安打数23、奪三振10。被安打数だけいけそうですね、あと1試合で。あと1試合で、9本被安打打たれ、ヒット打たれなければ達成ってことなんですね。コツを聞いてみる、真似してみる、コツ聞いてみます。チーム施設とレベルアップ。おお、ニゴズベ、どうせ今日も暇やろ、今から丸罰ゲームやらへんか。お、丸罰ゲーム僕得意っすよ、やります。俺が丸と、じゃんけんの結果俺が高校になった。ほなわしから行くわ。なるほど、真ん中を取らないと。行列の真ん中、真ん中取らないのセオリーなんですよ。あ、じゃあ真ん中必然取らされるんで中列の中ってなると、あそこ押さえてくるんで、あ、これ引き分けか。で下列の右でやると左、行列の左来るんで、あ、引き分けか、引き分けっすね。中列の左、まあ、わけか。まあ、わけなりがちですよね、丸罰ゲームって。まあ、体力、まあ、能力アップしておきますか。急
球速1キロ上げて、まあ、コントロールが低いんで上げといて、まあ、スタミナも上げて回復ですね。通院ってなんだ、なんか持ってたっけ、不眠症か、不眠症持ってんのか、一旦休むか。あれはキロさんと尾藤さん、足腰を鍛えるんだとか言って神社の階段出しに行ったみたいです。あ、聞かれてたからな。ちょっとスイング見てもらっていいか。別に構いませんが、私のデータでは今日は守備練習だったはずです。ただより効率的な練習を行うには練習メニューの見直しも必要かもしれませんね。久しぶりに私も打ち込みますか。打ち解けてきたみたいだな。全力で倒しに行ける。ライバルチームが強くなりましたけれども、もうライバルでもないですよ、もうもはや。それぐらいのレベルにすら達してないですね。通院、まず不眠症を治しに行きます。乾杯。いや、今日のギガバイツ雰囲気良かったですね。まあ、合コン的な感じで盛り上がってると。よ、二骨べ、のんきなこと言うてる場合やないで。ギガバイツ今日の試合に勝って1位に浮上したらしいでやんす。次の試合アマゾネスが勝てばギリギリ同率1位に並べるな。マジで俺の登板してない時結構勝ってんな。じゃん、ギガバイツとの優勝決定戦でやんす。こんなしびれる展開アメリカのレギュラーリーグでもなかなかお目にかかれへんで。それはわしがレギュラーリーグで、その後坂東さんの武勇伝は約2時間過ぎた。次の試合絶対に負けられませんね。せやな、なんかテンション上がってきたです。もう一軒行くか。今日はもう遅いんで体力回復したいんだよね今。夜間練習、まあまあ OKOKOK ということで、一旦この辺で切ります。最終試合って言ってたんでね、次のパートあたり最終パートになるかな、と。次か次ぐらいが最終パートになります。なんとしかしてもね、ドラフト通ってプロ入りしたいと思います。ということでお疲れ様でした。